き玉はしっかり返ってきたということは厚みは合ってる。で今度は外れたということは、厚みがあっていて外れたということは導点が悪いんですね。なので今のは引きがかかってないんだと思って、じゃあ今度突くときはしっかり下を突くように心がけて突くんです。これもなんか、まあ、一本釣りになると、膝玉はしっかり返ってきた。ということは厚みは合ってる。で、今度は外れたということは、厚みがあっていて外れたということは導点が悪いんですね。なので、今のは引きがかかってないんだと思って、じゃあ今度突くときはしっかり下を突くように心がけて突くんです。これもなんか、まあ、一本釣りになると思うんですね。僕ならそうですね、この辺、この辺をつけばちょうどいいかなと思ってショットをするわけです。これも全く強くないじゃないで、厚みがあっていて当たったってことは成功したということですね。で厚みがあっていて胴点もいいとこ構えて、でつくときにこれが安定したやつですね。例えば上を突いてみますね。ここをつけば当たるんです。寄ってくるんですけども、最後に上を突いてしまうと前に行くわけです。でも厚みは合ってるわけですね、黄色ので、手玉が前に行ったということは押しがかかって前に行くわけです。最後突くときに上を突いてしまったんです。で今度下に行ってしまうパターンですね。それでこう下、今のは下に球が入ったわけです。厚みは合ってるわけですね、寄ってきました。でも手玉が手前の方に来て外れたということは引きがかかった。なおかつ厚みが悪い状態の胴点がたまたま当たる胴点だったということです。まずしっかり横玉の場合は組み合わせる、大体こちらがいいですね。でその厚みを狙う、狙った時に狙ってから手玉をどう動かしたいかですね。でまずは中心ぐらいでやってみるわけです。厚みはこのぐらいでいいかなと合わせて中心ぐらいで突いてみるわけです。ね、今の真ん中を突いたわけです。でこれでも当てられるんですね。一本釣りになりましたね。右の方が多いですから、まず引かした時中心ってことはあまりつかないので、上を突いて当てやすい場合はまず厚みを取ります。でこれ真上 だけですと、真上だけでやってみますね。ひねらないで超えてしまうわけです。ですね、押しがかかってひねりがないのでそのまま出てきたんです。でこれ厚みがあってなので今のはひねりが少ないんだなと思われてます、ね。なので上は上でも少し右をひねってみるわけです。右をひねってこれぐらいならちょうどいいかなと思ってこうついてみるわけです。でこれをたくさん、いいですか、今の当たる胴点ここを突いたわけです。でもこれが突くときにですね、手玉を右に回したいので黄色に当たってから右に行くわけですよね。なので癖で玉の行きたい方向に木を出してしまうんです。右へ行かそう。でこれでですね、ここを突けば当たるんですけども、最後一突きがこうなったりするんです。右に行かそうっていう意識が働く。なのでよくやってしまう失敗がですね、こう構えておいてこうなる、それが多いな、ね。そしたら今のワンクッション目で右のひねりが引きすぎてこちらに出たんです。で厚みは合ってきた。なので、あ、これ今ひねりすぎた。で今のひねらないように、もしくはこの構えたところを最後ですね、ひねった方向に対してまっすぐですね、こうならないように、もしくはこうもならないようにですね。でここって決めたら、そこを例えば見つめてついてみる。今からこう突く場所、そこだけを見てですね、厚み合わせたら、そこを突き抜くようにイメージをしてこっちから。大体もこれでもし左を突いてしまう癖のある方は、当然手玉はワンクッション入ってから左に行くわけです。真上の場合はこういったわけです。で右をひねると、少しひねるとこういきます。逆に左をひねってしまうと、やってみますね、真ん中を、まあ、ここですね、右をひねってるつもりが最終的に左側に球が出てしまう癖がある人はよく外れるパターンとしてこうなるわけです、うん。でこれ厚みが合ってるわけですね。
でも手玉は左へ行ってしまったり、ということは左へ行っていく。外れた原因が何かを考えなきゃいけない。大体外れ方が同じような外れ方をするんです。それは自分の癖ですから、右に行き過ぎた場合は左、左に行った場合は自分は最後続けて左に出てしまう。